皆さん、こんにちは。キング&プリンスが2人体制になって半年が経ちます。2人になったメンバーのうちの1人、永瀬廉さんにとって4作目となる法廷遊戯が今月10日に封切りされましたが、何とも言えない微妙なスタートとなりました。今作は永瀬さんにとって2022年1月公開の真夜中乙女戦争以来約2年ぶりの主演映画となります。観客動員数を見越して公開映画館数を通常よりもかなり多めの340館にしたにもかかわらず、どこも満員御礼とは言っていない状況です。公開から3日間の動員数は約13万8000人で、興行収入は1億9838万円。前作真夜中は同約8万2000人、同1億1323万円なので、数字的には伸びているのですが、関係者の表情はどこか優れません。試算によると法廷は永瀬さんの主演2作目の弱虫ペダルの6億9000万円にも及ばない4億円台後半の最終興収になります。芸能関係者は永瀬が神経質になっていたのが、9月末に旧ジャニーズ事務所を退所した岸優太とのスクリーン直接対決でした。8月25日に公開された G メンが初めての主演となる岸にどうしても負けたくないと敏感になっていたようですね。キンプリを続け、事務所に残った意地もあったはずですと見解を話します。一方、平野紫耀さんと神宮寺勇太さん、岸優太さんが結成した3人組新グループナンバーアイが Vogue Japan 公式ウェブサイトとイヴ・サンローランのアイコンフレグランスリブレとのタイアップデジタルコンテンツに登場することが20日発表されました。自由には無限の可能性がある、飾らず素直に自分らしく、僕は自由に新たな物語を綴ると言葉を紡いだ3人が、フランス語で自由と名付けられたフレグランスリブレ世界観を動画コンテンツ含め Vogue Japan 公式ウェブサイトで20日から公開します。3人は力強く前へ進み、挑戦していく存在として自由なきらめきを表現、クールでアイコニック、ドキリとするセクシーさも表しています。結成後初のメディア露出となったダブルカバーを飾った雑誌ニューロンロンは、予約受付開始から1日で発売前に重版が決定するなど大きく注目を集めました。自由な精神で自分らしさを発揮する彼らが、自分自身について新たな挑戦を語るインタビューは必見です。平野さんと神宮寺さんは10月15日株式会社 2B 公式 YouTube チャンネルの緊急生配信に登場。5月にキング&プリンスを脱退し、岸さんの 2B 加入を発表。東京ドームからの生配信で紹介された岸さんと共に新たなグループの結成を発表しました。例年なら旧ジャニーズ事務所現スマイルアップの人気タレントは NHK 紅白歌合戦、そして事務所総出のカウントダウンコンサートで大忙しでしたが、今年の大晦日は違っています。旧ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏の加害問題の影響で、44年ぶりに旧ジャニーズの紅白出場者はゼロ、カウコンの見送りも11月18日に正式に発表されました。現段階で旧ジャニーズ関連で大晦日に行われるのはスノーマンによる生配信スノーマンスペシャルライブ、みんなと楽しむ大晦日だけとなっており、他グループの動向は不明です。スノーマンに次ぎ、若手グループではトップクラスの人気を誇るキング&プリンスも、今年の年末は紅白もカウコンもなし。キンプリのファンは、そんな状況で逆に永瀬廉さんと高橋海人さんのプライベートに期待する声が高まっているといいます。ファンが望んでいるのは、現在滝沢秀明氏の会社 2B でナンバーアイとして再始動している平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんとキンプリの高橋さん、永瀬さんの5人による食事会だそうです。方向性の違いから分裂してしまった5人ですが、メンバー仲は最後まで良好。現在も5人のグループラインは残っていると言いますし、何よりも岸さんは事務所を辞める前に永瀬さんと高橋さんに
約束しているからです。平野さんと岸さんはキンプリの脱退と同日の5月22日に旧ジャニーズ事務所からも退所したのですが、岸さんは主演映画 G メンのプロモーション活動の都合でソロタレントとして9月30日まで席を残していました。そして岸さんはキンプリ脱退後も永瀬さんのラジオ番組キング&プリンス永瀬廉のラジオガーデン通称ニワラジの8月23日放送回と30日放送回に高橋さんと共にゲスト出演していたのです。仕掛け人の永瀬さんが高橋さんと岸さんをサプライズ共演させてお互いにびっくりさせるという段取りだったのですが、実は収録前に岸さんと高橋さんにバレていて、永瀬さんが逆ドッキリを仕掛けられるという内容が話題を呼んだ放送でした。そして同ラジオで岸さんが永瀬さんに5人でまた飯行こうよと4月頃から話していたが実現していないことをリスナーに明かし、岸さんは高橋さんのこれは約束してほしい、今年中でいいという言葉に任せてと回答していたのです。紅白とカウコン2つの楽しみがなくなったこともあり、岸さんが永瀬さん&高橋さんと交わした年内の誓いを覚えているファンからは、カウコンがない今、年を越せる方法は5人での食事報告だけなんだ、岸くん頑張ってくれ、岸くんもうあっという間に年末だから5人での食事会の企画よろしくね、絶対だよ、岸くんの X 来たら食事会忘れてないか聞かなきゃね、5人で食事行きましたってといった声が SNS にも多く寄せられているのです。紅白出場とカウコンがなくなったということは、関連してリハーサルや練習打ち合わせも少なくなるでしょう。キンプリは12月のスケジュールに少しゆとりができたとも考えられます。一方のナンバーアイは本格的にアーティスト活動をするのは来年以降と言われているため、来年2024年はかなり多忙になるでしょう。つまりキンプリの高橋さんと永瀬さん、ナンバーアイの岸さん、平野さん、神宮寺さんの都合が一番合わせやすいのが今年の12月ということになりそうだと予想されます。超売れっ子で多忙な5人のスケジュールが合わせられそうな気配のある今年12月、それだけに岸さんが高橋さんの今年中でいいという約束を守ることを願うファンは多いのです。旧ジャニーズタレントはかつて脱退メンバーに会ったり再会した話を大っぴらにするのが NG のような空気もありましたが、それはもはや過去の話。9月4日にはニュースの小山慶一郎さんが自身のインスタグラムで2020年に円満とは言い難い形で事務所を退所した山下智久さんとツーショット写真を掲載していたこともあります。元キンプリの5人が食事会を行ってそれを発信することも何も問題はありません。ナンバーアイやキンプリが公式 SNS で5人の約束が実現したことを報告する展開もキンキンあるかもしれませんね。キンプリが最後に5人全員で写ったのは5月20日放送の生放送番組ベニュー101、もし大晦日に再会するとなると225日ぶりとなります。5人の再会を感じ、岸優太さんは実現できるのでしょうか。思えば脱退が発表された2022年11月4日以降も、それ以前もキンプリは分裂騒動につきものである不仲説が噂レベルでもほとんど流れてきませんでした。本当に仲の良いグループだったのでしょう。ファンは幹事岸くんに思いを託します。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたらコメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。